それでは本日のメインディッシュですけども、ソフビクスやってみましょうか。ででん、まあタイミング的にね、今更ですけど、マイペースさんですか。はい。そしたらちょっと俺的にどっち先開けたら一番テンション上がるかなと思うんですけど、まあこれ同じぐらい欲しい買ったもんだから、まあ順当に行くとオーズ最後に取っといた方がいいですね。うん。じゃあエグゼイド行きましょう。未開封です。これね、実はね、ここの僕がもらっ、引き換えてもらったそのヒーターエグゼイドはですね、ここのバイザーの左目の上あたりにですね、ちょっとバリが残ってて、実は数日前にバンダイスピリッツさんに交換をしてもらう手続きしてて、で今日これ7月の31日水曜日ギリですね、7月中で、これが今日届いてですね、でツイートもしたんですけど、これ見事にむちゃくちゃ綺麗にこの頭部のラインが出てる。すごいです。出来がいいんで。まあ、これ開けましょう。はい。しかもですね、これ、バンダイさん、もしかしたら、点検というか、確認のために、この、一回開封するかもしれないと。で、テープ二重張りになるかもしれないけど、それでもいいですかって聞いてくれたんですけど、俺は、まあ、嘘だと思われたくないからね。一重張りの方がいいんですって言って、希望出してたから、ちゃんと希望通り一重張りのやつが、ですね。有頂天になってですね、なったんですよ。はい。開けます。最近ね、僕、仮面ライダー系の YouTuber の人で、好きなのが、一ノ瀬隼人さんがね、面白くて、かっこいいなぁ、と思ってですね。よく見てるんですけど。この動画よく作るなぁと思って、わかりなに。すげぇなぁ、と思って。第一章。2016年初、ソフビクス、仮面ライダー X。なんかこうなってます。ブリスターパッケージの。さあ、塗装が大丈夫かどうか。俺結構神経質でね、こういうのね、気になっちゃって、本当にね、いろんなフィギュアとか買ったり、ちょっとでも傷入ってたら嫌だし、結構ね、神経質だとね、またこう、きついですよね。はい、おー、いいですね。これね。もう、これ、物撮りしなくていいかな、もう。これね。ノーコンティニューでクリアしてやるぜですか俺はわかんないですけど。決め台詞のポーズですかね、これ。うん、北条 M 君が変身するんですね。ゲーマードライバーよくできてる。何これ。すっげえ細かいところよく作り込んでる。これ別パーツが組まれてんじゃなくて、
色を塗り分けてゲーマードライバー。ここの胸、あ、ちゃんとクリアパーツで、胸のこのコントローラーっぽいとこもちゃんとクリアパーツになってて、このね、バイザーっていうんですか、バイザーがこうクリアパーツになってて、しかもその中に入ってる、あの目の部分が真ん中に来て、奥の黄色の目の部分がですね、もう一段、向こう側に、何層にも、3層になってるんですかね。3層になってて、どうしたか。これですよ、もう。毎週気持ち悪くて吐きそうになりながらですね。どうなるんだ、どうなるんだ、つってね。見てました。大好き。ちゃんと、俺もちゃんと撮らなきゃいけないし、これ。なんだろうな。どうする?こういう感じですね。で、これ自立するのかっつうと、俺のこれは、歪みすぎ。ここに、あの、足にかませるですね。なんていうんですかね。こっちだ。この内側ですね、そう。歪みすぎてて、どうも。立つには立つけど。どの角度が正解なのかっていうね。あー、嬉しい。なにこれ。1ヶ月遅れの誕生日プレゼント。すーげー飾る場所ないのに。はい。まあ、こんな感じです。アップにしてみると、こうですね。あんまりピント合わないか。物撮りしなくてもいいかな。ちゃんとガシャットが。マイティ X でしたっけ。これが、まあ、NZ。あ、ここのですね、なんかセンターのとこもクリアパーツで、ちゃんとガラスみたいな感じではめ込まれてますね。はい。すごいです。まあ、その置く場所がまずもう並べる場所がないんですよね。もう、これの幅だけでもすごいですよ、これ。ね。テンション落ちてきた。ちょっと落とす、落とす。よいしょ。台紙はこうですね。ラストワンショー。ソフビクス、仮面ライダー、オーズと、アンクと、高め。アンクがおまけで仲間が一人相棒ですね。相棒のアンクがちゃんと見てください。もう全部出しちゃってからのもいい。うわあ、めっちゃソフビの匂い、いい匂い。うわ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 、かっこいいかっこいい。何これ。うわ、テンション上がる。この順番でよかった。めちゃめちゃテンション上がる。何これ。
何これ何これ、うわ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 。あ、自立する。こうです。タトマコ。なんだっけ。タカ、トラ、バッタですね。これぐらいしかわかんないですよ、もう。ボケてるから、うん。あー、ちゃんとこのメダルのですね、向きがですね、こう、変身後にもかかわらず、こう、傾斜してるのにちゃんと垂直になるようにですね、これメダルもちゃんとわかるようにできてます、これ。うわ、すげえ。なにこれ。うわー。恐ろしい。何これ。やばい。もう本当、何が面白いんだってね。ほどね。まあ、なんか、こんなん撮ってもね。面白くないのかもしんないですけど、まあ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 、ライダー好きだから、もうね、フィギュアはね、昔から好きで、いろいろ集めてたんで、どうやった?こうだっけ?違う、こうか。皆さんどうしたんだっけ?これでいいのか。これ、爪がね、ちゃんと開かないといけない。質パーツ。いきなり曲げちゃったら折れますけどね。あ、かっこいい。ですね。おい、エイジ、これを使え!やめとこう。もうそんなネタね、寒いですね。今、オーズ、僕、東映特撮ファンクラブで見てるんですよ。もうめちゃくちゃ面白くて、わけわかんないですね。丁寧な脚本でね、演出も脚本も見事で、キャストの皆さんのお芝居も見事でですね、素晴らしいと思いますね。すげえ、なんだ。もっと撮れたかっていう方ですね。まあ、アップで、こう。こう、後ろからこう、見るのもまたかっこいいじゃないですか、オールスキャン。こっち側からこうディスプレイしても良さげですよね、これね。どっから見てもかっこいいですよ、そのバンダイさんだから。で、しかもこの、今回の、ジオウの一番くじからですね、これ、バンプレストさんじゃないんですね。びっくりしたんですよ。バンダイスピリッツさんことになったんですね。作ってるのね。ここね、僕ね、ここの首にね、こう縦にラインが入ってるのがね、すっげえデザイン効いてるなと思って、かっこいいなと思ってるんですけどね。本編見てると、ね。あるのとないのと大違いですね。足はこれスーツマットブラックになってるけど、ちゃんと肩のアーマーツヤだ、ツヤありなってて、マスクは黒の部分はまあツヤ消しになってますね。これはもう完璧です。ちょっと、スキャナーのとこがちょっと、はみ出してるぐらいかな。このオーズドライバー見てくださいよ、これ。メダルが何のメダルかって僕、ちゃんと、
見てちゃんと作り込んであるから、びっくりする。マジか。びっくりする。あ、そうだ、アンクだ。アンク忘れてた。俺のこと忘れんな。忘れてどうする、明治。あ、そうそう、これ、あの、アンクの、アンクのこれ設定かっこいいですね。こう、まあ、アンクはこう、周り飛びな、飛び回りながらですね、あの、コアメダルをこう、奪ったりとかですね、しますよね。わかんないですけど。ちゃんとスタンドついてて、台座、ベースが、なんだっけ、高コアメダル。やっべえ。で、ジオとゲイツはあるんですけど、ありますし、あの、その一個前のバンプレストさんの、なんだっけ、ビルドも あるんですけど、見えてると思うんですけど。正義の奇跡マグカップね。忘れた。ああっていうね、このマグカップでゴールドブレンド飲みながら平成ライダーに思いを馳せるですね。もうそんな贅沢ないですよね。あ、電王のね、電王のソフビクス欲しいんですけどね。あ、欲しいんですけど。電王も僕まだあんまり見てないんですけど、絶対好きですね。あれ。あの、オーズの電王もあれですか。メインライターの、まあ、小林康子さんですか。先生ですね。はい。ですね。撮影がですね、結構長い時間撮影してますけども。まあですね。今回は、狙い通り、このソフビクスの、オーズと、エグゼイドが、なんとか手に入りました。ありがとうございます。はい、これを、どこに飾るかが問題なんですけどもね。ほうれい線が、ばっかり言って、はい、というわけで、もう僕はもうその平成仮面ライダーがね、特にあの第2期のね、オーズの途中から見始めたんです、実は。仮面ライダーほとんど知らなくて、で、まあオーズからずっと見てるんですけど、うん、僕は2期好きですね。あと、今、公開中の、オーバーザークォーターですか、こう、クォーターですか。あれもね、今すぐにでも見に行きたいんですけど、はい。というわけで、これからも、仮面ライダー、楽しみに、応援していきます。作っている皆さんは、とびっきりかっこいい仮面ライダーを作ってください。はい。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。